シンガーソングライターの井上太郎でーす。ということで今日は同じコード進行メドレーということで1曲聴いていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ楽曲にはですね、それぞれコード進行というものが決まっております。まあそのコード進行に応じてメロディーが決まっていたりとか、アレンジが決まっていったりするんですけども、今日そのコード進行を応用してですね、メドレーで楽曲をつなげてみました。でまあコード進行とは何ぞやというとこなんですけども、コードというのはまあギターとかでねよく聞けますよね。C とか A とか E とかあれのことですね。まあ J-POP ではですね、いくつかそのコード進行でよく使われるパターンみたいなものがあるんですけども、今日はその中の一つを応用してですね、メドレーを作ってみました。今日使ったコード進行が6度マイナー、4度メジャー7、5度、1度というコード進行なんですけども、ですね、まあ6度マイナーってかなりこう暗めの深いところから始まりまして、ああ暗い曲なのかなーって思ったら4度メジャー7、かなりこう切なく儚くいって、で5度ちょっとだけ光が見えて明るくなるっていうね、まあよくこう使われているコード進行なんですけども、今回ピックアップしてメドレーに入れた曲は、7、8曲だったと思うんですけども、他にも数え切れないぐらいあります。で僕が見つけていて今回メドレーに入れなかった曲の一覧を一応ここに入れときます。ドン、これだけあります。これ以上にもまだまだあります。これもそうですよねっていうのがあったらぜひコメント欄にコメントください。まさか須田将暉さんのさよならエレジーとですね、ポニーテールとシュシュが同じコード進行とは
パッと聞き思わないと思うんですよ。だからサウンドは全く違うんだけど、そのコード進行は同じという曲が結構たくさんあってですね、それを見つけるとね、こうかなりうわこれ一緒かってこう発見になったりするんですよ。僕も昔からその勉強はそんなに好きな方じゃなかったんですよね。まあ人並みぐらいにしかこうやってこなかったんですけども、音楽の勉強はなんかこうスッと入ってきたんですよね。多分自分が本当に興味あったことなんでしょうね。すごくスッと入ってきて、学び始めたのは本当二十歳過ぎてぐらいからとかだったんですけども、それでもスッとコード進行のお勉強とかが入ってきてですね、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。ぜひ興味ある方はちょっと調べてみてほしいなと思います。今後こういう風にですね、ちょっと音楽の作りとか、成り立ちとかも取り入れた動画も作っていこうと思いますので、ぜひこんな企画やってくれっていうのがあれば、コメント欄にどしどしコメントください。よろしくお願いしまーす。ということで歌って撮影して、僕はめちゃくちゃ元気なんですけども、時刻はもう朝方6時半ということで、朝に何やってんだということでですね、そろそろ、眠りにつきたいと思います。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。願い続け